待たせたな。どうも皆さん、おはこんばんにちは、おとじゃです。ウルトフェンシュタイン、前回は壁にね、右足を持ってかれて死んでしまったので、一応ね、チェックポイントがここからなんでね、ここから続きをプレイしていきたいと思います。そう、コメントにもあったんですけどね、ここ先行くと敵がいるんですが、ぴょこぴょこ頭を出すのが面白い。みたいな。出てきた。打ち合いだったら負けんぞ。なかなかやる。スローモーション。結構ね、銃の命中率が低いんだね。片付けたね。右すごいね。これどういう施設なんだろう。この動き方見るとね、知ってる方はね、ペロペロを思い出すな。ペロペロインカミング。さあ行くぞ。弾を拾ってお倒したぞ。まだ来るな。よし、ガトリンが奥にいるんだよな。いててててててて。撃ってくるな。どうしよう。何かいい武器。多分ね、そう、シールドを張ってるから。でもどうなんだろう。ロケットランチャーはさすがに防げないんじゃないか。くれっ。横にいたやつも倒せた気がする。打ってこないな。確かそう、ここから気をつけなきゃいけないんだ。ここまでは大丈夫なんだよな。この壁に隣接っていうか、これ挟んだ状態で解除すると壁と一体化して死ぬ。スター・ウォーズのね、なんか銃撃つ人みたいになっちゃう。お、倒せてる。よし、弾もいっぱいだし、戻ってザゴー。作戦成功。パンツァーは強い。あそこに一人いるぞ。ちょっと待って。スナイパーライフルに切り替えてヘッドショットするぞ。オッケー。あいつだけかな。なんだ、画面が暗い。これは何だい。メダリオン破壊した。気をつけていく。敵いないな。スローモーション。一人倒した。そこグレネード投げてきた。投げ返せ。右に一人いないか。どっから撃ってきてる。下っぽい。グレネード投げてきてる。あぶね。どこだ。どっから撃たれてるかわかんない。爆発してる。これはエレベーターの上。これ乗ってもしょうがないな。どこにいる。みんな見えるか。私から行くしかないな。間違えて投げた。右から撃たれてる。先進むぞ。やばい。スローモーション。オッケー。武器を MP40 にしてほっ、片付けたな。あ、またいる。あれにはお決まりのパンツァークラフト。クラッ、よし、どうださすがにロケットランチャーはその科学力というか魔術なのか知らないか、エネルギーをもってしてもガードできない。お、回復できて、よし、倒した。お、なんか静かだね急に。なんだろうこの装置は。エネルギーを供給してるか何か。ん？誰か喋ってる。どうしよう。ただの研究員とかだからな。別に倒したからポイントもらえるわけでもないから見逃してやろう。今日の私はすこぶる機嫌がいい。よし、お前らと戦いたかったんだ。外した。1人、2人、うまいカバーリングだ。よし、おお、ヘッドショット。弾をゲット久々なもんだからね、武器の切り替え方が思い出せない。ただ弾も多分また間違えて爆弾。よし、 MP40 がやっぱり一番使いやすいね。敵も弾落とすし。いった、危ねえ。おお、かっこいい。いや、すごい撃たれてるな。抜け道はない。あぶね。死ぬ。スローモーションに弾を避ける。マトリックスモール。ここから下に降りるのか。よし、ここか。たし、ジャンプと降りていいの。いったい、さあゲージを回復させて弾取って、もう特攻するぞ俺はエネルギーシールド通れない。さあ雑談中申し訳ないが、どこへ行こうというのかね。おお、すごい量。爆弾投げるの禁止。何も見えない。たくさんいる。返す。1人、2人、3人、あれか、4人、回数。よし、あとはどこから、上から撃ってる、上からだな、あんなとこ。おら、よし。そう、わざわざさ前のめりになってさ、高いとこからこう落ちるのってすごい西部劇っぽいね。よし、弾拾って、後ろから声聞こえたぞ。なんだかんだ言ってね、敵さんの武器をちゃんと拾わないと弾がすぐなくなってしまう。どっから撃ってきてる。危ない。スローモーション MP40。 よし、かっこいい扉だな。さあ、電源をオフにしたから。あぶね、何ここ。あ、これがその魔法エネルギーのクリスタルみたいな。ボスが出てきそうだね、すごく弾残り少ないからちょっと勘弁してほしいんだけど。ポチッとな。ピカチュウ。おお、お、新たな力を、シールドパワーを手に入れた。おお、すごい、これはすごい。グレネードを投げる、グレネードを投げる。最強じゃないか。おお、全員倒したぞ切った。弾が広いね。この人たち使ってるわけはこれが。あ、シールドゲージが減らない気がするな。気のせい。いっぱいいる。シールド展開。あ、すごい、すごい勢いでゲージ減ってるさっきはお試し期間だったわけだ。よくある限定期間、限定お試し期間だからゲージが減らなかったけど、普通に減るのね。なんか人間じゃないような声が聞こえる。あ、何あれ、え、何あれ、え、ちょ、急にホラーになってないか。嘘、血みどろ、すごい怖いなんでだ、なぜ急にこんなことになった。聞いてないぞこれ、台本と違う。うわ、足とか転がってる。怖い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 。あ、痛い。おおお、おお、ちょっと待って。おお、違う。無限分けってわけじゃないんだね。聞いてない。さあ、戻ってこい。おお、生物兵器？スローモーション。痛い、爆発した。ちょっと早くここから脱出しないと。爆発してる。奴らが破壊してる。あぶね。よしだよ。やばい。うわ、痛い。そう、戦ってる場合じゃない。みんな逃げよう。うわ、すごいいる。なんだろう、ドゥーム3みたいに異世界からやってきたのか。え、これどうやって進んだ。スローモーションにしてタイミング見計らっていく。ちょっとこうビリビリになってるとギャッ。よし、回復させて。襲われてる。うわ、ここもスローモーションか。行くぞ。なくなった。あだだだだだだ。え、これどうやって取るんだ。シールドを貼れば効かないとか。お、シールド貼れば効かないじゃないか。さあ行くぞ。シールドオン。よし、すごいことになってる。俺は生きてここを出るんだ。いや、ちょ、足が崩れた。いてててて。え、どうするんだ。ジャンプでくる。うん、危ないギリ。あ、落ちる。どっから来たっけ。ああ、右が取れねえ。こっちか。スイッチ上へ上がります。なんか大丈夫かな。すっごい壊れてるぞ。 OK、 全部ぶっ壊れてるけど。うお、橋が崩れた。やつらが壁を走ってる。悪いな、お前らの相手をしてる暇はない。どこから出る。ここか。橋を上上がって、上です。来た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 。よいしょ。おお、もう横にくっついてるんですけど。うわー、すごい軽くて。やばいやばい。え、こんなどうしようもできないじゃないか。すごい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 。おお、おお。In hopes of gaining the trust of the Golden Dawn, I went on a mission to investigate a farm where an agent of theirs went missing. I found an underground base where the Nazis were attempting to grow Noxon crystals. Luckily, I was able to rescue the Golden Dawn agent and make sure that no one would ever use that facility again. The Nazis are investing a huge amount of resources into studying the Black Sun. What is their ultimate goal? ということで、次回、アルティメットゴールとは何なのかということでね、最後までご視聴ありがとうございました。すごいね、今回はね、もう銃撃あり、爆発あり、新しいアビリティゲットといろいろありましたが、また次回はどんな展開が待ってるのかちょっとワクワクしてます。ほんじゃ、またな。